静岡市の中心街では全国のおでんを一堂に集めた恒例の静岡おでん祭りが開かれています。いらっしゃいませ。イメージのおでんいかがでしょうか。静岡市の青葉シンボルロードにずらりと並んだ店、昨日から始まった静岡おでん祭りには黒はんぺんなどが特徴的な静岡おでんをはじめ、全国各地からおよそ30店舗が軒を連ねています。おでん食べてどうですか。おいしいです。何が一番おいしかった。お肉。久々になんか静岡おでんを食べた感じ。今年も去年に引き続き新型コロナウイルスの感染防止のため入り口に検温ブースを設置したほか、来場者にマスクの着用と黙食を呼びかけています。訪れた人たちは店ごとに違う自慢の温かなおでんに舌鼓を打っていました。静岡おでん祭りは明日まで開かれています。